皆さんこんにちは。ウィーケンドニュースの時間がやってまいりました。今1月8日午後7時を少し回ったところです。今日の司会は私山岡純一郎が担当します。よろしくお願いします。昨日ですね、菅首相と分科会の会長の尾身さん、この2人がですね、緊急事態宣言の再発出をする記者会見を開きました。あの記者会見を見ていてですね、この2人はですね、本気に本当に覚悟を決めてですね、国民の生活を制限するような宣言を出してですね、要請しようとしているのか、どうも本当にその辺がですね、疑問になってなりませんでした。言ってみれば、あの1都3県へのですね、今回の緊急事態宣言も小池さんや他の3県の知事にですね、追い込まれて泥縄式でですね、出したような気がしてなりません。今日はまあそういった緊急事態宣言のですね、再発出をまあ大きなテーマにしながらですね、大きな政治的変動がもう始まってるぞということで、あとそれからアメリカのですね、トランプ大統領の一種の焦土作戦のようなことでですね、内乱に近いようなことが起きている、まあこういうふうなことを3人のコメンテーターの方々と今日はやっていきたいと思います。それでは早速私のお隣からコメンテーターの方々をご紹介します。皆さんおなじみの、ええ加減にせいでですね、おなじみの法政大学教授の山口二郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お隣は、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由紀子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそのお隣は、突撃で、皆さんご存知の横田はじめさんです。はい、よろしくお願いします。昨日、今日と小池さんも直撃してきましたね。はい、ぜひぜひその話も聞きたいと思います。はい、それではですね、テーマに入る前に今週1週間ざっとこう見てですね、3人のコメンテーターの皆さんそれぞれどういうふうなニュースが気になったか、まず一言ずつお話しいただいて、それから緊急事態宣言の話に入っていきたいと思います。まず山口さんから。はい、ここに出てないんですけど、香港におけるね、民主派に対する弾圧がやっぱ非常に衝撃的で、はいはい、うん、中国との付き合いをどうするかというのは、これからやっぱり党派を超えてね、日本の課題だなと思いました。まあ、あとオリンピックの話はまたあの後で本格的に論じたいんですけど、はい、これまだやる気なのかよっていうの不思議な感じがしました ね、 なんか浮世離れしてる感じしますね。はい、ありがとうございます。三木さんはどういうふうな。そうですね、私もここには出てないんですけども、関連するもので、昨日の朝日新聞なんですけれども、年末年始の期間に、新型コロナ陽性になった人の、医療もそれから宿泊先も受け入れ先が見つからなかったっていうニュースがあって、で、まあ、緊急事態で宣言出ましたけれども、まあ、ちょっとそれ以前の問題を何も解決しないまま結局この半年間来たっていうことを象徴する出来事だと思ってます。はい、それがまあ今週一番印象に残ってますね。もう医療崩壊を防ぐという段階ではなくて、医療崩壊が進んでいて、それをどうやって食い止めるかっていうのはその辺まで来てるような感じがしますね。そうですね、あとやっぱり、まあ後の話にも関わると思うんですけども、やっぱり日本の医療システムというか医療体制が本当に柔軟性がないというか、医師会も含めてその医療界そのものがすごくこういう時に体制システムそのものが柔軟に動けないっていうことがやっぱり大きな問題としてあるんだなとも思いましたね。うんうん、はい、では横田さんはどういうふうな、はい、一番上 の、 3知事要請ということで、はい、小池さんのパフォーマンスがまた始まったなと、うん、自分の責任怠慢を棚に上げて、まあ、結果的に菅さんがその3知事の要請を受けて非常事態宣言を出す形になって、うん、まあ、小池さんが株を上げたような印象を与えたんですが、うん、感染爆発の、二大永久先輩は僕は小池知事と菅総理だと、うん、お互い責任なすり合って初動遅れになったことが今回の事態を招いたと、うん、で特に GoTo のトラブルの調整団が遅れたということを棚に上げて自分だけやってるから演出したということが非常に問題だと思います。なるほど。で、小池さんとその菅さんの会談の何かこう情報公開も請求されたと。菅さんと小池さん何回も会ってるんで、はいはい、どういう内容を話したかというのを情報公開請求したんですけど、うん、なんと文書不存在でですね、うん、で65歳以上とですね、はい、持病持ちの人だけ自粛で中途半端な小出し対策を
の小出しをしたんですが、うん、それの根拠があるのかということも、情報公開請求したんですが、GoTo に関してですね、でどんな議論をしたのかとか、うん、医療関係者からヒアリングしたのかという文書が存在しないと、うん、なるほど、小池さん一人が、勝手に決めてるとしか思えない、恐るべきブラックボックス状態だというのが、じゃあその辺はまた本編の方でですね、詳しくやっていきたいと思います。はい、それでは最初の話題に入りたいと思います。はい、緊急事態宣言がですね、一応出たんですけれども、じゃあどの段階でこの緊急事態宣言を解除するかっていうのがですね、はっきり決まってないような感じの中で、うん、いろんな意見があるんだけども、菅さんはですね、新規感染者が500人以下ぐらいのステージ3ぐらいになったらもう解除してもいいんじゃないかと、こういうふうなことを言ってる。うん、1日の新規感染者、今2000人東京突破しましたよね。うん、そんな状態で、さっきも横田さんおっしゃってくれましたけど、菅さんと小池さんはまあ責任をなすりつけ合ってると。やっぱりすぐにでも、やっぱりこれは全体を把握する意味でも大規模検査とそれによる保護隔離、うん、もう早くできる体制をつけなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに感じてるんですけれども、ここからそれぞれ皆さん、ご意見いろいろ解禁していただきたいと思いますが、山口さんから。はい。今の政府のコロナ対策を見てると、まあ、なんていうかな、75年前の戦争になぜ負けたかっていうのをよくわかるっていうか、非常にこう、既視感、デジャビューの感じがあるわけですよね。うん、その戦力の逐次投入とかね。うん、あるいは、その事実、真実をきちっと、把握せずに大本営発表で国民を、騙すとかね。もう本当にこう失敗のパターンを繰り返してるっていうことを非常に強く感じますよね。うん、で多分ね、これで緊急事態宣言出してなかなか減らなかったら、今度出てくるのは一億総残家で、国民の気持ちがたるんでたとかね、そうですね、努力が足りないとかって、そういう形で国民に責任転嫁していくことは目に見えてますよね。今の段階でもですね、こう緩んでるとかですね、うん、急所を抑えきれてないとかですね、うん、よくわからないこの曖昧な言い方で、大体ね、勝負の3週間ってあれ一体 何をしろっていうことだったんですかね。つまり、うん、日本の政府が国民に対して出すメッセージってのはことごとく精神論で、うんうんうん、まあ小池さんに至ってはわけのわかんない語呂合わせでね、はい、これなんか戦争中の標語みたいなものですね。だから具体的にこういうことをする、うんっていう指示が全くないわけですよね。そうですね。で、今回その特措法の改正を急ぐって話になってるけど、うん、政府自民党が言ってるのは罰則の強化ですよ。これ全くその見当違いというかな、うんうん、さらにその国民なり、あるいは飲食業者の人々に責任を転嫁するって話ですよね。うん、そうですね。だから自分たちが何やるかっていうのを棚に上げて、うん、押し付けてるという、うん、こういう感じですよね。三木さん、さっきその医療体制のことをおっしゃいましたけども、もうちょっとあの辺詳しくこう感じてらっしゃることとか、今の状況について、まあ、医療体制そのものは詳しいわけではないんですけれども、うんうん、やっぱり新型コロナの対策って、まあ、誰がやっても難しいっていうか、うん、だからこそ謙虚に丹念にやってほしいっていうのがあるわけですよね、うんうん、つまり絶対の正解ってあるようで多分ないんだと思うんですよね、うんうんうん。で特にこの時期になると、もう季節性の風邪とかと区別がつかない人が出てきていると思うので、うんうん、そのすぐに医療にかかるかとか検査に行くかって言われると、うんうん、典型的なコロナの症状がなければ、うん、仮に発症してても行かない人だいぶ増えちゃう だと思うんですよ。でそういうことを考えると、その、まあ、確かに、8時以降の飲食店を飲食店基本的には8時以降営業しないでくださいとか、うん、そのまあここをターゲットにやれば、感染抑制できますよっていう説明と、うん、実際のこの感染症の性質とか、うん、その発症のレベルが、インフルエンザと大体みんなもう症状がこう出るって分かってますけども、うん、新型コロナの場合って個人差がすごくあるっていうことも、ね、うん、まあ、この間のさまざまな話から私たちも知ってるわけですよね、うん、そうするとそのちょっとした風邪の症状ですぐに PCR 検査に行ってくださいっていう話だったら、うんうん、それはそのまあ大規模にその全ての人やりましょうって話じゃなくても、うんうん、もうちょっとその新型コロナに陽性の可能性がある人が補足できて、うん、それでその人たちの行動を少し変えてもらうと、うん、我慢すべきものをしてもらうというようなことができますけども、うん、
そういうわけでもないわけですよね。つまり飲食店っていう話になってて、うん、で、うん、なのでやっぱりちょっとその対策として、うん、その何をターゲットにどこまでたどり着こうとしているのかがよくわからないし、うんうんうん、その新型コロナについてこれまで私たちがいろんな触れてきた情報からしてもこの対策が適当ともとても思えないというところがあると思うんですよね。でその結果としてその医療の方に幸せが得てたとしても、うん、結局例えば臨時の医療施設作るといっても、うん、その医師とか看護師とか全体の医療システムそのものがそれに適応とか対応ができるように柔軟にこう、うん、物事ができるのかってこと自体もこの間の流れを見るとかなり怪しいわけですよね。でその理由のね、まあ、大きなポイントとして医療提供体制っていうのは基本的にその病院のベッドをどういうふうにコロナに当てるか、そして他の病棟をどういうふうに、閉めるかとかですね、その辺の差配っていうのは実は病院の院長の権限なんですね。で病院の院長で実際に現場をコロナの患者を見てるっていう人たちがですね、この政府の助言するですねアドバイザリーボードだとか、昨日もそのこの宣言を出すために集まった諮問委員会がありましたけど一人もいないんですよ、うん、これって異常だと思いませんか、うん、そうですね、それもありますし、まあ、うん、実際には厚労省の権限が実はすごく弱かったっていうのが、うん、まあ、この間の一連の事態を見て分かったわけですし、まあ、強くすればいいってわけではないですけども、うん、こういう事態になった時に柔軟にこうリソースが動かせないっていうことが、まあ、よく分かったっていうことだと思うんですよね、うん、で、まあ、正直言ってその、まあ、この間医師会っていうのが何度もキーワードとして出てきて、うん、で東京の医師会は PCR 検査やりますとかっていう話をし、うん、まあ、やって、まあ、実際にやったわけですけど、うん、まあ、医師会がやるべきことは PCR 検査だったのかっていうことが、うん、まあ、やっぱり改めて問われることにもなるのかなとは思うんですよ ね、まあ、それは病院とは関係ないけど、メディアもあんまり言ってないんだけれども、うん、コロナの患者さん特に重症を見てる病院っていうのは実はそんなに多くないんですよ。そうですよね、公立病院中心ですよね。公立と公的な病院で、うん、しかも400床以上ぐらいの大きなところじゃなきゃ今見れないような状態なんですね、うんうん、で私なりにそれいろいろ情報を調べてみたらですね、東京都内でよく見てるのが東京医科歯科だとかですね、うん、東京女子医大だとか、うん、あるいは都立の牧島だとか、うん、都立広尾、都立多摩総合医療センター、うん、こういうところはたくさん見てるんだけども、うん、同じように ICU が30床以上とかですねたくさんあっても全く見てないとか1人とか2人とかっていう病院も結構あるわけですよ、うんうん、でそこら辺の調整がまずできてからじゃあベッド数はどうなんだっていうのは本筋だと思うんだけれども、うん、10波人がらげにしてとにかく足りないんだ足りないんだって大騒ぎしてる、うん、でこれってやっぱり全然実務的じゃないんですよね、うん、それにあれですよね、ベッド数の占有率だけ見ると実は余裕があるように数字は見えちゃうって、うん、なんかすごい矛盾した状態になってますよね。でそれは厚労省の数字の出し方と現場の実際があまりにもずれてるっていうね、うん、まあ、いろんな矛盾があるんですけども、横田さんはどうですか、この緊急事態宣言再発出のこれまでの状況を見て。これ先ほど山口先生がおっしゃったようにですね、うん、これ75年前の戦争と同じで、うん、もう完全に失敗してるわけですよ、うん、でその原因もちゃんと追及して、うん、是正修正してないと、うん、で、これは東京都医師会の尾崎会長が言ってたんですが、うん、10月1日に GoTo キャンペーンのトラベルの、うん、東京解除を、東京除外を解除した。はいはいはい。で、そっから、タイムラグを経て、第3波が感染が広がっていってると。うん、だ東京からもう全国に感染者が、うん、散らばっていたと、うん。広げてしまったというのが、うん、まあ原因であるのは明らかでですね。うんうん、で、第2波と第3波何が違ったかというと、うん、GoTo トラベル、うん、最初は東京除外だったわけですよ。うんうん、で、それで第2波が徐々に収まりつつあったところに、うん、完全に収まりきらない10月1日に解除してしまったと。うん、それで、第3波を招いたと、うん。今の事態を招いたというのは、医療関係者も言ってるし、うん、元谷康介さんもデータベースに行ってるしですね。で、実際に、尾崎会長は11月20日に、うん、GoTo トラベル、すぐ、うん、即座に中断するべきだというふうに記者会見に言ったんですけど、うんうん、菅総理も小池知事も聞き流したと。うん、で、これは、まあ、まさに山岡さんがおっしゃるように、うん、医療関係者の声がですね、政策決定の場に反映されないと。うんうん、で、能天気な責任なしり付き合ってる菅さんと小池さんの無意無策初動の遅れで、うん、今回の事態を招いたのは明らかだと、うん。で、それにもかかわらず小池さんはいつもの得意のパフォーマンスでですね、正月明けに知事と会ってですね、政府に要請してやってる感を演出して、うんうん、
それで政府を動かしたみたいな、ことをアピールしてますけれども、そもそも小池知事とが、菅さんがちゃんと動かないんだったら、東京除外をまたやってくださいと、そういうふうに直訴しないといけなかったのに、この、知事で会ってる写真はですね、もう11月末に、会って、菅さんに要請してないといけないと、それを1ヶ月半近く遅れてやって、なんかやってる感を演出するのはもうとんでもない話だと。そういう意味では11月のなんかよくわかんない勝負の3週間なんて言ってる時に、いや11月の3連休の時にね、そもそももう GoTo なんてやめなきゃいけなかったし、12月はまあ忘年会の時期だけど、そこでもっと強いね措置を取って宴会するなみたいなことを言っておくべきだったわけですよ、本当に。その真っ最初に小池さんは宮内さんと会食して、菅さんも二階さんなんかと会食してですね、トップがまず手本を見せるべき時に完全に緩み切って、で、それだった、それで国民がこういう会食をやめようと思うはずがないじゃないですか。だから昨日も宣言出たけれども、やっぱり繁華街で人が多いとこは多いですよね。やっぱり届いてないっていうことなんですよね、これはね。なんていうかな、やっぱりこう正常性バイアスっていうんですかね、その政府そのものが正常性バイアスに陥っていて、まあ去年の春から日本は比較的感染者が少ないと、まあ日本はうまくやってんだみたいな、日本モデルなんてね、根拠不明の自画自賛をやって、やっぱそのマインドセットがずっとこのコロナ対策の中でも続いてきたと私は思いますね。ちょうど都構想の時に10月大阪に張り付いてたんですけど、もう人混みだらけでですね、でしかも都構想で、3密状態作っててですね、で地元の記者とは これじゃやばい、危ないんじゃないのと言ったら案の定、感染爆発を招いて、大阪モデルと言って、吉村知事がなんかもてはやされて一番評価されてましたけど、もう大阪モデルも瓦解して、いや今の横田さんの論点に関連して、やっぱりメディアのその愚かさっていうかな、メディアの無能さ、本当に痛切に感じますね。朝日新聞がその知事、どこの知事がよくやってるかみたいなね、世論調査やって、大阪とか、東京とか、何もやってないっていうか、毒なことやってない知事が高い評価を得てる、和歌山県みたいにきちっとやってるところはやっぱり目立たないから、まあ全然評価されてない。ね、あんな世論調査やる意味があるんですかね。そうですね。要するにテレビにしょっちゅう出てる人が高い評価もらうだけの話、ね、そういう意味ではね、死亡者の数をですね、人口別に比較している表があるので、それちょっと見てもらいたいんですけど、これ一番多いのが北海道ですよ、人口あたりの死亡者数で、ここは鈴木さんっていうあの知事がね、若い知事頑張ってますねってみんなこうやってる。で東京はその次に多いのが大阪ですよ、これが高齢者施設でたくさん出てたりなんかしてるんだけれども、吉村さん頑張ってますねってこういう話になってる、でその次に東京とかね、でまあ沖縄も意外と多かったりなんかするんですけれども、こういう実はこうやって何が一番そのコロナの問題かっていうと、死ぬ人が出ちゃうってことなんですよ。ここを防げるかどうか、メディアがちゃんと指摘してなくてですね、大阪モデルを作った吉村さん素晴らしいとか言って、実はその後規制を緩めてですね、甘くしてですね、それで今の事態を招いている、そこはきちんと報道しないんでですね、で小池さんもなんか、もともと小池さんも第一波の時に安倍政権、安倍総理と一緒になって五輪開催をギリギリまでやると言って、そこでも初動遅れをして第一波の感染拡大を招いてですね、それなのに急に会見をいっぱい開いてですね、やたらメディアに露出したらなんか頑張ってるねみたいな、印象を与えて、もうメディア に出るのが仕事してるみたいな錯覚を、まあ、東京と大阪そうですよね、テレビ出るのが仕事みたいになって、でね、その先ほど言ったその失敗を認めるところから本物の対策を考えるためにはメディアがきちっと総括をしなきゃいけないわけですよ。だからその記者会見の時の記者の質問なんかでも、 GoTo と感染拡大の関係を総理はどう思ってんですかなんていうことを誰も質問しないんですよね。もうなんかシュンとなっちゃって、もうこれからいよいよその緊急事態宣言の発出が大変なことだっていう、えらいこっちゃってなってる感じだけですよね。いや、尾身さんにしたってさ、なんか
マスク つけながらご飯食べる方法とかってバカみたいなことをやってて、この人は本当学者がねえと私は思ったんですけどね。この専門家会議からずっと続いてるこの流れ、うん、分科会になって今諮問委員会になってるんだけども、うん、この人たちのですね存在価値ってどうなのかな、うん、美希さんどう感じられますか。もともとこの件に限らない問題だと思うんですけど、うん、やっぱり日本の行政ってその、あと政治もそうだと思うんですけど、うん、専門家との関係というか付き合い方というか、うん、使い方というか、うん、それが、要は都合よく使うっていうですね、そういう流れでずっと来てるわけですね、うん、だから独立性とか第三性っていうよりも、うん、自分たちがやりたいこととか方向性についてお墨付きをもらうために専門家を利用するっていう関係でずっと来たっていうところがありますよね。ところが政府そのものもエビデンスベースとかっていう話をされて、でやっぱり根拠出せとかエビデンス出せって言った時に、今度専門家という存在はそういう意味で都合よく使っていて、自分たちに必要なエビデンスをまた出してもらうって、また同じようなことをずっと繰り返してるんだと思うんですよね。だから専門家会議のメンバーの専門家に全く専門性がないとかそういう話とは全然別問題として、専門家としてどうやって独立して政府に対して、判断の材料になるものを示すかっていうですね、ここがやっぱりできているのかどうかって言えると、それはできているとはこの間思いませんねっていう状態になってるんだと思うんですよね。岩田健太郎さんも同じことを言ってたんですよ、だからアメリカの CDC のように専門家がきちんと言ったらそれに従うようなシステムになってないと、日本は、で、とにかく専門家委員会が政府の追認機関になってると、で、東京都もなんかアメリカ版 CDC に真似て作ってますけど、東京都の医師会の会長の意見が反映されてるかって全然そんなことなくて、一応モニタリング会議で、東京都の井ノ口副会長が出てますけど、基本的に都が提案してることをイエスかノーか言う場で、医療関係者の意見を聞く場になってないと。それで結果的に医療関係者専門家の意見がきちんと反映されずに、なんか政治家の思いつきパフォーマンス、内閣支持率を見て対策を決めるようなデタラメな対応が続いてると。だから最初からツールとして使われてるって感じがするんですよね。そうですね。あと専門家会議の始まりも一部の構成メンバーの人がいろんなとこで話したりとか書いたりしてますけど、結局こうなし崩しにメンバーになっていったみたいな話をしてるわけですよね。特にその感染症対策のそもそもの専門家ではない人が専門家に入ってますけれども、そういう人たちはとりあえずもうなし崩し的に入っていたっていうようなことを書いておられるのとかも読みますので、だからやっぱりこう頼まれれば断れないし、一度引き受けちゃうともう抜けられないっていう世界の中で、やれることを最大限やろうというですね、意識はなんとなく感じはするんですけど、それにしてもやっぱり独立してその必要な政策判断を望ましいものにするためのアウトプットを出すっていうですね、そこがその専門家側にどれだけあるのかっていうことは、この間ずっと問われてきたし、今回特にそれが問題になってるわけですよね。でそこは何も変わってないっていうことだと思いますね。先ほどちょっとオリンピックのことを触れたんですけども、やっぱりその天は日本に味方してないっていうか、オリンピックなんてものがあるから余計にね、対策が遅れてるっていうか、本当のことを見ようとしないっていうかね、いやもう普通誰が見てもね、この夏にオリンピックやるのは無理ですよ。ですね。各国から選手は来ないですよ。もう半年ですからね。だからね、やっぱりもうオリンピックはともかくもう長期延期して、そのコロナ対策に政府が専念するお金も使うっていうことをね、言わなきゃいけないのに、この辺がなんかね、国体誤事にこだわって、ポツダム宣言を無視した昔の日本政府と重なってくるんですよ。そういう意味ではもう今の政府にこれ統治する力あるんでしょうか。いや統治能力ないですよ、菅さんには。本当に統治能力ない。ない。なるほど。いやであともう一つ言いたいのは、そのインパール作戦の繰り返し、要するに精神論で頑張れとか感謝しますとかって言うんだけど、資材とかね、設備とかね、あるいはマンパワー、それから要するに報酬ですよ、こういうところをね、きちっと現実的に手当てせずにね、ただ頑張れとか、あるいはありがとうっていうんじゃね、
これは医療のシステムは持たないですよ。ですね。いまだにコロナに打ち勝つ五輪にするという楽観論を振りまいて、小池知事にも刺されないで終わった後に声かけ質問してですね、五輪中止して、その予算をコロナに回した方がいいんじゃないんですかと、昨日と今日連続して声かけたんですが、一言も答えてくれないんですが、で、根拠があるのかと、開催できる。それについても答えないと。どうも組織委員会の中ではだいぶもう後ろ向きな、ね、IOC の有力な委員がもうこれ自信ないっていうことを言ったっていうニュースがありましたね、はい、それからあの日本の JOC の、 あの会長やってる山下さん、あれがスポーツ紙のインタビューだったけれども諦めることはいつでもできるみたいなね、そういうようなことをこうポロッと本音を漏らしてたりなんかして、もうこれはもう撤退しないとどうしようもないっていうところですね、はい、まあ、じゃあ最初の話題でですね、今のこの菅政権にはですね、どうもこのコロナの大変な状況に対して投資能力を失ってしまったんではないかというですね、ズバリと、まあ、山口先生今言っていただいたんですが、じゃあ2つ目の話題にここから移りたいと思うんですけれども、ということは政治的な大変動がもう始まってますよということだと思うんですね。で、まあ、菅さんも小池さんももうこれはちょっと今までのこの流れを見ているとどうももう任に適さないのではないかなというような感じすら感じるところなんですけれども、さてどういうふうにですね今後この政治の動きっていうのがコロナ禍を中心にこう動いていくか、この辺の読みはいかがですか。まあ、今年はね、10月に衆議院の任期が終わるわけですから、必ず総選挙があるわけですね。で、まあ、去年の、まあ、11月あたりまでは、菅さんがどういうペースで政局を作るか、で、菅さんがどういうタイミングで解散するかっていうことを、まあ、みんながあだこうだ予想してたんですが、もうこういうその菅政権の停滞というかな、死にたい状態を見ると、菅さん解散打つ力がもうないんじゃないかと、ずるずるっと言って任期満了、あるいはその前の9月の自民党総裁選で、その総理を入れ替えて総選挙に臨むかみたいなところが焦点になってると思いますね。もう菅下ろしというのは実は自民党の中でも動き出してる。そうですよね。4月の補選で2敗したら政局だとか言ってね、下村さんがね公言をしてましたからね。多分その自分の選挙を10月にしなきゃいけない人から見れば、菅さんの下でやりたくないっていう気持ちが相当広がってるわけでしょう。もうこの泥船から早くに、逃げたい。逃げ出したいと。三木さんは今の政治の流れどういうふうな感じで。まあ正直ちょっともうよくわからないところあるんですけども、というのはやっぱりこう、自民党が選挙に本当に負けるのかって、まあ、北海道と長野の補選はどうかっていうのありますけれども、その野党の存在感っていうのがあんまりこう社会で認識されてないところがあるっていうですね、こういう状況の中で、まあ、よく見てる人は野党の状況ってよくわかるけども、もう普通の感覚でその政治とかニュースに触れてる人って、野党の存在感っていうのがやっぱりすごく今薄いような気はするんですよね。そうすると、その、まあ、自民党の対抗軸ってどこにあるのかっていうのが、やっぱりどこまで社会に認識されてるかっていう問題が、やっぱりすごく出てくるんだと思うんですよ。で、こういう危機の状態で政権交代って選択肢を一般の人、一般のその、一般に選ぶかっていうところが、やっぱり ここはすごく問われてるような気がするので、補選っていうレベルだと、多分いろいろ戦いようがあるけど、選挙になった時にどうなのかっていうのが、まあ、正直わからないっていうのが、まあ、正直なところですね。なるほど。横田さんはいかがですか。まさにそこが課題だと思うんですが、ただあのこのコロナ対応について言えばですね、野党の方が、まともなことを言ってると、で特措法改正の非常事態発令もですね、もう去年の段階でやるべきだと枝野さんは言ってたわけですし、臨時国会も続けてですね、特措法改正もするべきだというまともなことを言って、まあ枝野さんの発信力不足かメディアの、不公平な取り扱いか、まあ両方重なってるような気もするんですが、まあ野党への期待は
ちゃんとこの実態を見れば、菅政権のデタラメさを見れば、うん、評価上がってくる、いく方向だと。うんうん、で、この間の安倍前総理の疑惑、うん、桜を見る会再燃でも、はいはいはい、吉川さんのその問題でも、うん、自民党腐敗金権腐敗政治というのは、うん、もう知れ渡ってですね、うん、もう情報隠蔽改ざん当たり前で説明責任も果たさないということはもう明らかなわけですから、うんだったら野党の方がまともなんじゃないかということに徐々に国民は気がついてくるんじゃないかなと期待はしてるんですけども、要するに今こう画面に出てるような人たちがずっと政治を動かしてきたんですよね、8年も ね、うん、でしかもその中からどん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 いろんなものが今染み出していて、うんまあ、安倍さんの桜の問題も全くこれは領収書も明細書も出てこないと、うんうん、それ出せと言ってもそんなものはホテル側は出さないんだみたいな同じような言い訳をこうしてますよね、ずっとね。この辺やっぱりもう本当にこの文書に対してのですね、あるいはまあ公文書も含めてですけども、そういうものに対してのこの軽視の仕方っていうのがもう本当に上京してるような感じがするんですけども、いや安倍さんのことで言うと、もう年末に記者会見してですね、うん、年内決着で、うん幕引きを図ろうというのが見え見えだったんですけど、うん、結局安倍さん記者会見をした翌日に国会で説明しましたけど、うん、領収書も何も出してこないと、うんうん、でこれはホテルに再度要求すればすぐ出してくれるわけですから、うんそんな基本的なことすらしないで、うん乗り切ろうとしてると、うんいう自民党の姿勢がですね、もう一回やっぱりクローズアップして注目しないといけないと思うんですが、うんうん、長期政権の後の自民党は必ずね大混乱に陥るんですよ。これ、うん、中曽根さんの後の、まあ、竹下右脳開封の時もそうだし、はい、小泉さんの後の、うん、ね、そうそうそう、はい、時もそうだし、うん、でまあ安倍さん8年やって、うん、やっぱりね、まさに腐敗はたまるし、うん、それからおごり高ぶって、うん、そのなんていうか専門家の声も、うん、人々の声も聞かないし、うん、政策的にどんどん失敗を重ねていく、うん、だからまあ山岡さんがさっき言われたように、うん、これからやっぱり政治は混乱の局面に入るんだろうなと思いますね、うんうん、で野党の存在感がないっていうご指摘は、うん、まあ私もそれは事実としてはそうだと思うんだけど、うん、これやっぱり多分にねメディアの責任が大きい、うんうん、まあ私野党の応援してるから多少ひいき目に見ちゃうんですけど、うんうんうん、コロナ対策でも野党の方が本気でちゃんとやってますよ、うん、で要するに休業補償をきちっとした上でね、うんうん、厳しいその制約を加えるとかね、まっとうな政策論を出してるわけですからね、うんうん、そこのところはやっぱりちゃんと国民に分かってほしいですね。吉川元大臣の疑惑でもですね、野党ヒアリングでちゃんと問いただしてるわけですよ。あれ国際基準表基準を作ろうとしたら、はいはい、まあとにかく日本の鶏の飼い方は異常で、それを密の密ですからね。それをちゃんと国際標準、うん、もうちょっと鶏にも優しい、うんやり方に変えるべきだというのを、うんねじ曲げようとして、うん、で500万円その時期に渡してたるわけですから、これ明らかなもう贈収賄、うん、ギブアンドテイクの関係で収賄は明らかなのに、うんそれが発覚したらすぐ入院して何も説明しないまま辞めてしまったと、はい、まあ甘利さんと同じようなパターンでですね、そうですね、全く説明責任を果たさないと、でその辺ちゃんと野党は追及してるんですけど、うん、あまり報道されないというところがあってですね、まあ、これはコロナっていうのがまあ全地球的に今追いかぶさってきてる中で、こういうふうな事柄っていうのがやっぱりついついですね、なんかこうメディアもこう隅の方に置いてしまうみたいな、うん、ただメディアの問題だけではなくて、うん、私野党の政治家の人に何人かに言ったことあるんですけど、うん、問題があった時に国会とかこう野党合同ヒアリングとかでの追及はされたりとか、うん、まあホームページ上でいろいろな情報発信とかされしてるんですけども、うん、まとまったアウトプットっていうのがないわけですよね。だからずーっと時系列追ってないと、もうわかんないっていう人が出てきたりとか、一部の議員しかわかんないとか、だから、やっぱりこう、ちゃんと何を見つけて、この段階で何がわかったのかっていう、こう、ファクトとして見つけたこととか、あとは、その経過の中で、中間的に分かったことをちゃんとまとめてアウトプットとして出すとか、うん、そういうのをしないと、うん、本当にだから報道機関がどこを報道してくれたかに依存して、うん、その情報一時情報も含めて
あの多くの人の情報源になっちゃうわけですよね、うん、でここを見ればある程度わかるよとか、うん、野党は与党と違ってこれを見つけたんだとか、うん、そういうのをやっぱりやらないと、みんながずっと YouTube 見てるわけでもないし、みんながずっとその国会中継見てるわけでもないし、議事録全部読むわけでもないし、ニュース性があると判断されたものだけやっぱりメディアはピックアップして、まあキャパシティとしてもそれしかできないっていうのはあるわけですよね。つまりそういうその編集機能っていうので、あの情報の選別されるわけですから、だからやっぱりこう問題がいろいろあって、でヒアリングとかいろんなものを通じて分かったことってなるわけですから、そういうのをメディアに依存するだけではないアウトプットを出さないと、やっぱりね、みんなあの本当に関心がある人以外はあの分かんなくなるっていうですね、そういうところだと思います。やっぱね、立憲民主党はね、政権取りに行くっていう姿勢をもっと前面に出さなきゃダメなんですよ、はいはいはい、これね、次の総選挙でまあ150、160まで行けばいいやなんて言ってる状況じゃもうないんですよ。政治の流れっていうのはやっぱりもう、なんていうの、大きなあのうねりになって、その民意がもう予想以上の動き方をする可能性があるわけなんですよね。そうすると、やっぱり次の総選挙で一気に政権交代も視野に入れるぐらいの姿勢を示してですね、私、枝野さんに前からもうぼつぼつそのネクストキャビネットを作ってね、例えば、影の厚生労働大臣をきちっと、はいはい、まあ、あの決めて、うん、その人が責任を持って情報発信をするとか、ね、そうですね、うん、そういう体制を作れっていうのは1年ぐらい前から言ってるんだけどね、うん、どうもね、枝野さん、その辺はね、消極的なんですよ。なんでですかね。なんか手の内を晒したくないみたいなこと言うんですよ。いや、同じようなこと言うんですよ。情報は出さなきゃ絶対誰も注目してくれないんですよ。うんうんうん、そうですね。あともう一つですね、うん、まあ、さっき山岡さんも文書の問題っておっしゃってましたけど、うんうん、あの横田さんの話にも、さっき の、 あの東京都知事のと菅さんの面会記録がないっていうのともつながるんですけど、うん、日本ってその行政の実務レベルの記録をどう作るかとか、それをどう管理するかっていう議論ばっかりしてきていて、うんうん、で盛りかけ問題とか桜の問題もそうなんですけども、うん、基本的には実務レベルの問題をずっとしてるんですよね、うん、実務のレベルで公務員の人たちが何を記録して何を残すかっていう保存するかと、うんうん、でもうすっぽり抜けてるのは、もうこの間1990年代半ばから政治主導官邸主導っていうふうにシステムずっと変えてくる中で、うん、政治主導官邸主導のプロセスそのものが記録されないっていうですね、うん、もう最大の問題を抱えてきて、うん、でここをスポット抜いたまんま、この間公文書管理の議論とかもされてるんですね、うん、で公文書管理法の議論するとそういう狭い話になるので、うん、もう野党はそろそろあのその政治プロセスそのものも含めてどうやってアカウンタビリティを果たすかっていうですね、うん、そっちをあのきちんと軸足として持ってほしいとは思うんですよ。でこれは民主党政権の時もできてないんですよね、うんうんうん、でなのでそこはやっぱり避けて通れない議論だというふうにそろそろ思って、うんうん、議論をちゃんとするとか自分たちなりの考え方を出すと、うん、まあ、実はそういう話は振ってるんですけども、うん、反応がないってあまりないっていうですね。そこの大事なポイントはおそらく政治プロセスをきちんと記録していく、うん、その政治プロセスを記録するということは具体的にはどういうことを残していけってことですか。特にですね、ですね、例えばですね、安倍政権の時に、うん、安倍首相そのものだけではなくて、まあ、補佐官秘書官とか、うん、それを補佐する公務員の人たちがいるわけですよね、うん、直接補佐する立場、うん、でそういう人たちが持っている文書を行政文書かどうかに関わらず、とにかく請求して行政文書性も含めて争いますよって請求すると、実は何もないって不存在って出てくるんですよ、うんうん、で菅政権になってから1ヶ月の間に経ってから同じ請求してもやっぱり不存在で出てくるんですよね。つまり行政文書とか公的な文書としては何もないと、うん、だから結局その公的なその彼らがその個々 の、 そのなんて政治家とのやり取り以前の問題として、普段どういう情報のインプットを受けて誰と会ってとかっていう基本的な記録そのものが今全く公的な記録としてないっていう状態なんですよね。で吉川さんの問題もそうなんですけど、大臣の日程表っていうのはあるので、それはうちが毎日情報公開請求して取ってるんですけども、その吉川さんも面会っていう予定は入っていて、
で、おそらく行政が関与したと思われる面会については誰と会ったかっていうのを書いてるんですよ、うん、でそれ以外に誰と会ったか分かんない面会っていうのがたくさんあるんですよ実は。でそこは多分公的なその行政組織としても知ってたとしても管理してないっていう予定で、そういう中で多分あの卵業者の人に、あの養鶏業者の人に会ったりとかしてると思うんですよね。秋田風も来てるわけだ、その中で、本当はその時の議事録がないとおかしいんですよね。いやそうですよね、面談記録がないと、まあ、面談記録そのものはもともと作ってないわけですね、うん、でそれは勝手に公務員作るだけにいかないわけですよ、うん、政治家に指示もされてないのに、うん、作って勝手に持っていると、うん、それはちょっとあの、まあ、公務員の行動原理としてちょっと考えにくいですよね、うん、公的な記録として持ってることはこっそり持ってたとしたと、うん、だからそういう意味ではやっぱりね、政治家そのものが自分たちの政治責任で公的な記録をもとに果たされるっていうですね、うん、それが全くないんですよね。そこの一番大元の倫理規定みたいなもので、これに違反したら、まあ、政治生命絶たれるぐらいのですね、強烈なやっぱり筋を通すものってのはこれ必要なんじゃないでしょうかね。まあ、昔の政治家は日記とかね、あれは手紙みたいな形で記録を残してましたけどね、はいはい、うん、今はもう携帯電話の時代ですからね、うん、そういう意味でのその証拠っていうか資料っていうのは本当に今政治家は無関心無頓着になっちゃったんでしょうね。まあ、それ含めて山口先生がおっしゃるように、あとはですね、情報公開透明化意思決定プロセスを記録に残していうところも政策の一つに柱にしてですね、打ち出せばいいと思うのと、あとネクストキャビネットの話で言うと、例えばネクスト国交大臣がいればですね、リニアとか外環道のそのトンネル工事の被害なんかの現場に行ってですね、大震度法をこういうふうに改正するんだというのを具体的に出せるわけで、そういう具体的な被害を受けている住民とかと連携しながらですね、政権交代のイメージ図、具体とどこが変わるのかというのを示すようなことを枝野さん。そうなんだよね。あの自民党に比べればマシな人材いっぱいいるわけだからね、そういうのがちゃんと前に出てね、こう情報発信をしなきゃいけない局面なんです。例えば今ですね、やっぱり PCR が足りてないっていうのはなんで一番よくわかるかっていうと、新橋だとか、うん、日本橋だとか、うん、あの辺にですね、うん、民間の2980円ぐらいでやってくれるところに長蛇の列ができてるわけですよ、うんうん、あれってやっぱり一般庶民のですね、うん、ある種の、まあ、投票行動というとちょっと言い過ぎかもしれないけれども、うんうん、ある種のこうニーズを体現してる位置が立ってるわけですよ、うんうん、でここへ行ってこれだけのPCR のニーズがあるんだから、うん、我々はこれをしっかり取り入れていくと。検査機器はいっぱいあるわけですからね。それを稼働させるのは政治の任務ですよ。そういうことを、例えば野党の指導者がですね、行って、あの現場から発信するとかですね。まあ、これは勝手な、あの、いや、まさにその、ネクスト厚労大臣が行ったら、そういう現場に行ってですね、うんうん、そうなの。やっと連立政権ができたら、コロナ対策こうやるんだと。うんうんうん、いうことを発信すればいいと思うんですけど、庶民の方からもう出てきてるわけですよね、うん、そういう動きがね。で、うん、さっき あの病床の話をちょっと付け足すと、例えばですね、沖縄では去年の7月8月ものすごいピークになった時あって、もう医療崩壊だってなった時にどうやったかっていうと、県内の病院長会議っていうのはやっぱりこう招集するわけですよ。で招集してお互いにどれだけもう本当にギリギリのところで持てるんだって話をした上で、でこの病院には何人入ってる、この病院には何人入ってるって情報をですね、オンラインで共有したんですよね、うん、でそのことによって自分、あそこに今中等症の患者がこれだけ入ってるんだったら、うん、いずれひょっとしたらあそこからこっちへ来るかもしれないとかですね、今ここは空いてるなと、でここはもうすぐ経ったらこう空くんじゃないかっていうようなことがやっぱり共有できるわけですよね。そういう仕組みすら作れてない、うん、というのもですね、やっぱり今回のこのコロナの流れを見ていて、そのシステムの問題として、ものすごく弱いところかなっていうのは感じがするんですよね、はい。あとはあの見出しにある野党共闘の話をちょっとしておきたいんですが、うん、はいはい、北海道2区の、まあ、吉川さんの後の補選、はい、これは、松木健康さんっていう昔の民主党の議員だった人がもう立候補準備を進めてまして、はい、共産党ももう一本化したいと言ってますから、うん、まあ多分一本化できると思います。うんうん、長野も、まあ、あの畑さんの前回の選挙は野党共闘で戦いましたから、はい、まあ、問題なく野党共闘できると思います、うんうん、で総選挙に向けた候補者の一本化がどれくらい進んでいるかということなんですが、うん、はいはい、まあ、水面下では立憲民主と共産党を中心に、うん、まあ、あと若干国民民主も含めて、うん、
一本化の話し合いはしていますね。で289の小選挙区の中で、まあ枝野さん100から150って最初言ってたんですけども、まあこういう状況ですからね、200ぐらいを目処にして一本化してほしいなと思いますし、共産党はその共産党の票を乗せれば勝てる選挙区は全部下ろすという意向を伝えてますから、まあそこは私かなり楽観してるんですよね。で山口県の例で言うとですね、4つ小選挙区があって、一応地元レベルでは、共産党が1つの区出て、2つを立憲民主党で、もう1つを例はあの高見村勝さんと矢部さんの選挙区なんですけど、そこで、野党統一候補を出そうという県の地元レベルでは、与野党激突の構図はできつつあると。まあ新潟とか長野もほぼ大体候補者固まってますね。全部一本化できます。はい。そうするとやっぱりこの今の政権に対してこうじわ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 こう庶民の中に溜まってるものってあるじゃないですか、こうマグマみたいにこうふつふつふつ、なんでこんなことを同じことばっかりやるのかなみたいなこととか、そういうものが本当にこうもう一つの野党側のモデルに、そうだから受け皿というかな、オルターナティブというか、これがね見えてくるとますますその菅さんじゃダメだっていう民意が強くなると思いますね。そうですね。だからやっぱり具体的にコロナのこの問題に対してはこうするんだっていうのを、もう一刻も早くですね、野党共闘をつなぎ合わせるための一つのこの連結機のようなものとしてですね、作られた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。本当そう思うんですよ。で具体的な例で言うと、その山口4区下関では、まあ、脱安倍私物化政治ということを掲げた、田辺由彦さんという市議会議員が下関市長選に出ると。でそれと連動して山口4区で、同じように脱安倍私物化政治という動きになってるんですね、なるほど。そういうテーマで具体的にやっていった方が面白いですね。はい、わかりました。ということで、まあ日本の政治状況もですね、このコロナ禍の中で大きく変わりつつあって、一時的には混乱が起きるかもしれないんですけれども、その後、またこう、ある種、方向が見えてくるのかなっていうのは感じもします。ということで、ここまでは日本の話題でですね、3人の方々とお話したんですが、次は気になるのがやはりアメリカです。はい、もうトランプ大統領はですね、もう任期も、もう、すぐ切れるわけなんですけれども、まるでその自分の国をですね、焼き尽くすかのような、これ焦土作戦というふうに私勝手に作っちゃったんですけれども、そのぐらい、まあ、煽り立てるわけですね、支持者を。そして、選挙は無効だ、無効だってことをやってるわけなんですけれども、それがついに講じて連邦議会にですね、こういう形で乱入するっていうのが起きた。これ、山口さん、どうですか、これ。いや、ちょっとね、アメリカのこれ内戦が始まったと、さえ言えるでしょう。で、トランプの時代に社会の分断ってよく言われてたんですけども、はい、なんて言いますかね、選挙の正当性そのものを認めない人々がトランプを支持していると、はい、でこういう議会への乱入という、まあ、その史上空前の 不祥事が起こったわけですよね。でトランプは負けたんですが、やっぱ7000万票以上の票を、その大統領選で獲得したわけで、しかもその共和党の連邦議会議員の中に、まだトランプを支持する人がある程度いるということで、なんていうかな、アメリカ民主主義の本当にこう大きな危機と言わざるを得ないですね。しかもあの乱入した人の中で、4人だかな、もう亡くなった人がいると。これは本当にこう、でバイデンはこの行為をテロだっていうようなことをですね、盛んにこう言ったりなんかしてるんですけれども、ミキさんいかがですか、このアメリカの状況は。昨日実はあの、下院で投票数確定のための手続きをしているのを、夕方くらいずっとストリーミングで見てたんですよね。で実はなぜ見始めたかっていうと、その前にあの午後の早い時間にワシントン DC の NGO がホストのアジア地域のミーティングっていうのがあって、オンラインでやってたんですよ、はい、で冒頭にその NGO の人たちは、もうとにかくみんな見たと思うけど恥ずかしいって話をしていて、こういろいろちょっと話をしてたんですよね、はいはい、でやっぱりこうもう恥ずかしいの一言っていうですね、まあそういうことを言っていて、まあそりゃそうだよなと。で、中継見ていて思ったのがですね、実はその、まあ、選挙の、結果に対する異議申し立てっていうのが大量に出てたわけですよね、その下院議員とかから。で、それを、
あの事態の後に再開した会議では次々と共和党の議員が取り下げていくっていうのを目の当たりにしていて、うんうん、でもともとその後ツイッターとかもちょっと見てみたんですけども、見るとやっぱり不正選挙だっていうことについてはトランプ支持者とかあるいは共和党系の共和党支持者の中ではやっぱり根強いんですよね、うんうん、ただ今回の事態は全然別問題だと、うんうん、でいうことで、だから不正選挙だっていうですね、つまりその、うん、まあ問題になる票をカウントさせないってことについては、うん、その多分連邦議員の中にも多分一定の支持があって、うん、でトランプ支持者の中には根強くて、うん、で共和党支持者の中にも一定程度あるっていうのがなんとなく見え、ただやっぱり今回の事態を受けて、うん、まあ異議は取り下げると、うん、議会内での意義は取り下げると、うん、つまり自分たちの場所が侵害されたというか、なるほど、っていうのは、まあ、あるっていうのが、まあ、よく見えてきたっていうところがあってですね、うん、でそうなった時にやっぱり根拠になるっていうか、そういう不正選挙の問題に一定程度のなんか説得性を持たせちゃうのが、うん、メディアが本当のことをしてないっていうのことですね、うん、がやっぱりそのツイッターとか見ているとそのアメリカのそういう支持者の中に結構渦巻いてるっていうのが見えてきて、うん、メディア不信、そうですね、もともとトランプ大統領自身がその自分に批判的なメディアフェイクニュースだってずっと言い続けたって問題もあるんですけど、うんうん、で日本でもやっぱりメディアの問題ってありますけども、うん、そのメディアは両方から今こう、うん、否定され批判をされている状況が、うん、まあ、あるという中で、うん、そのジャーナリズムとかメディアの果たす役割っていうのが、うん、そのどこに向かっていくのかっていうところがすごく逆に心配になったっていうのが、うん、昨日の一連の流れを見ていて思ったというところですね。で僕は日本のニュースはあんまり見てなくてね、うん、まあ、この件は CNN と BBC をずっと見てたんですけど、うん、やっぱりね、そのトランプの責任に対してそのニュースのキャスターやコメンテーターがはっきり批判するわけですよね、うんうん、これ日本と全然違いますよね、うんうん、もうなんか安倍が嘘をついてもね、うん、なんかきちっと文句言う人はテレビにいないわけでね、やっぱりそれだけメディアの危機感を持ってるんだということはよくわかりましたね、うんうん、なるほど。やっぱりこれはある一定程度この選挙に対するこう会議っていうのがずっとこう何ていうんですかね、こう置き火のようにこう燃えてていて、それがトランプがああいう発言をして議会へみたいなことをやるとうわっとこう燃え上がってしまう、そういうことの、ただ今回のこの乱入は相当計画性があるわけでしょ、全米から人がワシントンに集まってきたんですからね。もともとあれですよね、9月の、その、まあ、討論の時にトランプ大統領が、うん、プラウドボーイズという人たちに向けてですね、うんうんうん、スタンドダウン、スタンバイっていうふうに呼びかけたっていうのもあって、まあ、いろんな伏線はあったんだと思うんですよね、うん、で、まあ、今回も幅広く呼びかけられて、うん、まあ、計画してトランプ大統領はここに登場しても、うん、スピーチをしてるわけですから、はいはい、そのやっぱりこう不正選挙だっていうことを言うためには、その言い続けるためにいろいろと戦略的に練られていろんなことが動いてるんだと思うんですよね、うん、で一方でジョージア州ではそのトランプ陣営側 の訴訟が取り下げられたりとかしていて、はい、でそのニュースを見ているとどっかの専門家の人が言ってたんですけども、やっぱりまあ訴訟になると、うん、その宣誓をした中でその証人尋問されると答えなきゃいけなくなると、うん、なるとまあ、やっぱりそれは無理だったんじゃないかという言い方をですねしている人とかもいて、まあ、苦しい状態だと思うんですね。だからやっぱりこのエネルギーというか、こういう自分の支持をする層を維持するためにあらゆる手を使ってるんだけども、やっぱりもう限界に来てるんだなっていうのはあると思うんですよね。でさらにちょっとなんか心配というか、なんかよくわからないのが、まあ、テッド・クルーズっていう上院議員いますけども、うんうん、彼は次の大統領選挙に出るんじゃないかって、うん、でこの人はトランプ支持を取り下げてるわけですよね、うんうん、一方でトランプ新トランプとして選挙戦ってきた共和党議員の人たちがかなり明確に結末をしているというですね、はいはいはい、不正選挙を調べるのは別問題として、今回の事態とかトランプ大統領がこれ呼びかけたことに対してはかなり結末をしていることを、うん、リベラルなメディアに出て公言をしている共和党議員っていうのを昨日たくさん目撃をしてですね、うん、なんかいろいろ変わってきているのかなとは思いつつも、うん、それでもちょっとどこに着地するのか本当によく、うん、私は正直分かんないなと思いましたね、うん、ジョージアの決選投票で民主党が2議席取りましたですね、まあ、だからこれで50対50ですけど、うん、副大統領が議長で最後決をしますから、はい、まあ、なんとか首の皮1枚、うん、上下両院をコントロールできるという状態で、うんうんうん、
まあ、バイデン政権の政策が進めやすくなりましたよね、うんうん、まあ、これトランプが焦土作戦やっていってもですね、うん、もう流れとしてはもうバイデンが政治、うん、政権取るのは確実だと、うん、まあ、これはまあ一期で終わるか一期の途中で終わるか分かりませんけれども、うん、そうなった時にさて、まあアメリカの中に一定程度トランプ的なものを抱えながら、うん、バイデンはどう動いて日本やアジアと、やっぱりね、うん、その陰謀論の一つの根拠にやっぱり民主党はあのウォールストリートに完全に取り込まれてるっていう、うん、この思い込みがあるわけで、それは、まあ、はい、まあ事実の面もあるわけですよね、うんうん、だからバイデン政権がまずやるべきことは、まあ、社会の統合ですけど、うん、それ具体的に言えばやっぱり貧困層、うん、に対するきちんとした政策ですよね、うん、格差縮小のためにどれだけ踏み込んだ政策ができるか、うん、逆に言うとウォールストリートに代表されるその特権層、富裕層に対してきちっとそのまあ課税とかね、規制とかができるかどうかって、そこがますます問われますよね。そうですね。やっぱり行き過ぎた新自由主義みたいなものに対してのブレーキ役になるのかならないのかっていうのは、まあある意味じゃ世界中がちょっと注目してるところなのかなって感じしますよね。横田さんはどうですか？こうまさにおっしゃった通りですね。行き過ぎた新自由主義の反動でトランプ大統領が当選したと、その取り残された人たちがトランプ熱狂的なトランプ支持者になったということからすれば、山口先生がおっしゃるようにウォールストリート的な、まあ、恵まれた人のためだではなくて、ちゃんとその格差解消する、底上げするような政策を、バイデン政権ができるかどうかが非常に注目されると思うんですが、これはまさに日本の、菅安倍政権の行き過ぎた新自由主義と重なるところがあってですね、やっぱり同時性がありますよね、それはね、当然ね。まあ、分断が進んで、安倍前総理が あちらの人たちという分断を、発言をしたのに象徴されるようにですね、下手すると日本もトランプ政権時代のような、分断に、社会にもうなりつつあると思うんですが、それは繰り返して同じ道を進んではいけないと思うんですけども。もう一つやっぱりバイデンにとって、こう、身内のね、スキャンダルというか、これやっぱり抱えてる部分はありますよね。で、この辺を彼本人がどういうふうにこう、国民に対してこう、開示していくのか、ここもすごく気になる部分であるんですけれども、アメリカの政治家ってその辺はどうなんでしょうね。うん、それはよくわからないですけど、でも、まあ、本当に調べる必要があれば、アメリカの場合は特別検察官を指名してとかっていうのを、議会がやったりとかいろいろできるので、まあ、そのバイデンさんどうするかっていうよりも、まあ、政治の中で本当に何かやる必要があればきっと動いていくんだと思うんですよね。まあ、日本みたいにこううやむやにするっていうよりは、まあ、政治がその気になればいろんなことができるっていうのはまあ、あるとは思うんですよね。なるほど。で、ただバイデンさんの場合って2期目は考えてないっていう感じがするので、どこまで本気でそういう問題があった時にやるのかなっていうのはちょっと疑問ではありますね。あと要するに2期目やらないということは、副大統領のカマラ・ハリスさんの存在っていうのはやっぱりどうしても大きくなりますよね。この辺はどうなんでしょう、やっぱりこうやりながらカマラをこうにこうなんていうのかな、こういろんなものをこう手渡していくみたいなことっていうのがあり得るんでしょうかね、そういうの。でもそれはでもバイデンさんの、そのバイデン大統領の下で、あの政権というか、あの政権がどうなるか次第でカメラさん次ないですよね。だからそういう意味でのあのバイデンさんの下でどういうふうな評価を受けるかっていうのは、まあ、かなり重大じゃないですかね。民主党の中にはやっぱりあのサンダースなどの左派がかなり力を持ってますね。民主党をまとめていくことが、まあ、バイデン大統領の、まあ、政権運営にとっては不可欠ですよね。で、だからこそやっぱり政策的にはね、リベラル派左派の主張をかなり取り入れるべきだと思うし、なんていうかな、あの閣僚の人事とか見るとね、まあ割といろんなタイプの人をね、任命して、こう、まさに多様性を体現しようとしてますからね。それが単なるそのイメージじゃなくてね、政策としてまあ具体化していけば、その次の大統領に向けた、その、なんていうかな、道筋が、まあ特に、カマラ・ハリスにとってはまあ見えてくると思いますけどね。このアメリカのこの変化っていうのが
日本のこの政治に対するですね、うん、影響、常にまあ日米関係と言っていて、安倍政治は対米追従みたいな形でずっと動いてきたわけなんですけども、そのアメリカが変わろうとしているっていうのは、日本の政治の変化にも何らかのやっぱりこう影響は出てくるということになりますかね。そうですね、うん、やっぱりデモクラシーに基づいた政策、うんという形で理論武装していくことでアメリカとの話し合いもできるわけで、うんまあ、例えば、ね、辺野古の問題とか、はい、あるいはその思いやり予算みたいな防衛費の負担の問題とかあるんですけども、はいうんまあ、やっぱり今年総選挙やって、うん、こう民意の負託を受けた政権が、うんうん、日本の国民はこういうことを望んでるんだっていう形で話し合いをしていくことで日米関係っていうのはまた新しい展開があり得ると思うんですが、うん、その民意の負託なしにね、ただただそのハンドリングだけ一生懸命やりますっていうと、従来の延長でしかないですね。そうですね。なるほどね。そういう意味でもやっぱり選挙は大きな意味を持つということなんでしょうね。うんうんうん、この潮目の変化っていうのは、三木さんは日本の政治にも遅かれ早かれ影響はあるというふうに感じられますか？うん、どうなんでしょうね、うん、ちょっとそこよくわからないところありますね、うん、ただ、まあ、アジア重視の方向に、うん、アメリカが来るのではないかとは言われているということなので、うん、その対日政策も変わってくる可能性はありますよね、うん、ただ、まあ、アメリカの場合って日本とちょっと違うのは、うん、安全保障政策について、うん、実は共和党と民主党で大きく異なるわけではないっていう問題があるわけですよね、うんうんうん、でそこの基本的な部分はないけども、うんまあ、その政策の中で何をするかっていうののバリエーションがあったりとかはあるというところがあるので、その日米安全保障がそのどう変わるのかっていうのは、うんまあ、正直こう民主党政権になってからどうなるっていうのはよくわからないですね、うん、現地の NGO でやっぱり安全保障とか専門にやっている人たちの話を聞くと、まあ、基本的に大きな違いはそんなにあるわけじゃないと、うんまあ、その温度差とかいろんなバリエーションあるけれどもっていう話をよく聞くのでちょっとわかんないですね、うん、ただちょっと私はアメリカが香港の問題を含めた中国どうするのかなっていうのはやっぱりすごい関心がありますね、うんうん、特に中国だとアリババの創業者が、はい、行方が分かんなくなったりとか、はいはいはい、結構ちょっとびっくりするような状況があったり、香港は新たにたくさん逮捕者が出て、でしかも今年に選挙がありしますよね、うんうん、だからちょっとその香港を含む中国に対してアメリカがどうするのかっていうのは、多分日本政府とか日本が何するかっていうことと残念ながらすごくかかってしまうような気がするんですよね、うんうん、なのでそこはすごい関心ありますね。なるほど、わかりました。ヨークさんはどうですか、こうアメリカの変化、日本の変化っていうのは。これ民主党政権時代に農水大臣だった山田雅彦さんが、臨時国会で成立した種苗法改正にも反対して、まあその前の種子法、TPP に反対してたんですが、トランプ政権からバイデン政権に変わることでですね、TPP 推進の色合いが強まって、種子法、種苗法、要はグローバル種子企業の利益になるような方向にバイデン政権がなるか、恐れがあるということを心配してたんで、そこに注目してるんですけども。うん、まあ、個別のイシューっていうのはアメリカも国益主義でガンガン来るから、そこのところにはがっちり対応していかないといけないということですね。基本的にグローバル企業、うん、軍事産業も含めてそれの代弁者という面はどうしてもあるんで、うんうんまあ、その辺で辺野古の問題もなかなか解決そう簡単にはしないと思いますんで、はい、分かりました、はい。今日はですね、3人の皆さんと緊急事態宣言が再発出されたということを一つのきっかけにしてですね、日本の政治のこれから、そしてアメリカの今後というようなことを話してまいりました。まだまだコロナもですね、感染は拡大しそうな勢いです。どうぞ皆さん体にはぜひ気をつけてですね、この寒い冬を乗り切っていただきたいと思います。今日はお三方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。